試合6人タッグマッチを行います。第4試合は6人タッグマッチ。今高道の国の戦いになりまして、先頭で入ってくるのは謎の男の斉藤、そしてその後ろからは高道の国、後ろには謎のインド出身のエンジン、サンデイダットの姿。まずはコーナーの3人がリングに向かってきました。高道の国、斉藤、そしてサンデイダットの3人であります。果たしてどんな戦い模様を織りなすのか。まずこの3人が姿を見せました。このテーマが鳴り響き、ディワ有明がまたひときわ大きな歓声に包まれました。第1回リファカップ準優勝の高岩達人のテーマが鳴り響いています。その先頭で入ってくるのはこの高岩が組んだ佐々木義人、その後ろからはリックプロの石井智弘、そしてしんがりを務めるのは高岩達人であります。さあ6人が今リングに揃う。そして最後にゆっくりと高岩達人リングインです。男子6人タッグマッチ一本勝負を行います。アウトの AWL サンジェイダットン、インド出身謎の男サンジェイダット、タイムライン登場サイコン。この男も謎に変わりはありません。サイコン軽道場、その存在感はまさに圧倒的高道の国です。佐々木義人、このトーナメントには出られませんでした佐々木義人。発色のこの胸板、石井智弘、リキプロ、第1回大会準優勝、堂々たる表情高岩達人です。さあ第4試合は30分一本勝負6面タッグマッチとなりました。赤コーナーには前回大会の準優勝チーム高岩、佐々木義人が石井智弘を伴っての3人ということになりました。そして青コーナーは高道の斉藤、そしてサンジェイダット。まずは斉藤が先発で出てきました。赤コーナーは佐々木義人、今ゴングが鳴りました。さあ放送席にはノアの GHC ジュニアヘビー級チャンピオンの金丸義信選手にお越しいただいております。金丸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日そして今日と行われているこの第2回のリファカップなんですけれども、はい、いろんな選手が出てきていろんな個性があったという大会ですね。まあ面白い戦いになっているんじゃないかと思ってるんですけどね、はい、そんな中今日は丸藤健太が決勝進出ということで、はい、このあたりどういう期待がありますか。そうですね、まあ普段なりの試合すると思うんでね、その他の選手を見てみたいなと。ああなるほど、今日は思ってます。そうですね、まあそんな中にあってはこの6人も非常に個性豊かと申しましょうか、まあ、私どももどんな試合どんな流れなのかさっぱり読めないんですけれども ね、まあ、やっぱゼロワンの選手たちはやっぱパワーで押していくんじゃないかと思うんですけどね。高岩佐々木ですね、はい、まあ、そんな中にあっては高岩佐々木の2人は前回大会2年前の時には準優勝ということで、決勝では東龍門のウルティモドラゴンヨッシードには敗れましたが、そのパワーというものはやはり他を圧倒するものがありました。この高岩達人です。まあ、高岩さん選手といいますと金丸さんとの、はい、ベルトを巡る攻防もあったわけなんですけど、ね、改めて高岩選手というのはどういう存在なんですか。いやー、まあ、ジュニアと言ってますけど、もうヘビ級ですよ、ね、あのパワーというか、ね、体格はね、まあ、そのあたり今日の試合でもおそらく出てくるものと思われますが、赤を呼びました。さ あまずはサンジェイダットです。高道の句を呼んだんですが、最後がタッチしたのはサンジェイダットです。まあ、ジュニアの中にもいろんな選手がいていろんな個性があるわけなんですけれども、どうですか、これだけいろんな、まあ普段のノアの選手とはいろんな違う意味での個性が出てきますからね。そうですね、まあ、やっぱ普段では全然当たらないような選手とかいるんでね、まあ、ちょっと興味ありますよね。そうですね、はい、さあ赤コーナー石井です。この人は体重100キロ、まあ、ヘビー級ではあるんですけれども、まあ、この中にあってはこの赤コーナーの3人というのは、まあ、その胸板の厚さから見てもパワーを感じますよね。そうですね。まあ逆に反対側のコーナーはスピードとテクニックで押していくんじゃないかと思ってるんですけどね。対照的な、ね、両チームという印象がありますね。リキプロの石井智弘、リングの中ダッシュして、ありがとう、まさに師匠を譲り
この白いリングシューズにも、ね、この黒いタイツにも、そしてこのラリアットにも、そういった師匠長州力の匂いをプンプン感じますが、飛んで高いエルボーを落としました。カバーに打った石井智弘、ここは2です。まあ、こうなってきますと、このサンジェイダット、青コーナーの3人は辛いところ。さあ高岩達人が入りました。第1回2年前のディファカップでは準優勝という成績を残しました。そして初代 GHE ジュニアタッグトーナメントでは準決勝で敗れるという結果、まあ、その時の優勝チーム丸藤健太に準決勝で敗れるという対戦結果になりました。ただ高井は立つ人と言いますと、金丸さんもはじめ、まあ、ノアのマットとは因縁浅からぬという選手の一人です。まあ、今回はトーナメントには出場しなかったんですが、はい、仮に出ていればこれもまた優勝候補の一人ということになりますもんね。そうですよね、反則ですよ。反則ですか、はい、ねえ、それだけのパワーを持っている高岩達人ですが、さあその高岩をサンジェイダットが捉えて、さあ高道の子が入りました。逆水平を打っていきます。あ、この逆水平のパワーの差というものをじっくりご覧いただきましょう。ラリアット横殴り式、ただすぐに立ち上がって顔面をかきむしった高道の空。高道の空は1回戦でこのサイコと組んでゼロワンマックスの日高藤田に敗れましたが、ここで膝を入れていった。後ろからこのキック、後頭部ヒット。ちょっとこの高岩が苦しい表情になりました。さあ早いタッチワークでサイコも入ってきます。この高道の具、最後には残念ながら1回戦では敗れました。あーっと、フライングメイヤーに投げようにも投げられません。うん、ダメ。パワーの差はいかんともしがちですね。あー、ブレイマスターの体勢抱え上げて前に落としました。いやー、早もうこの力の差は歴然とはしていますが、さあ3人目のヘッドロックの体勢。この最後という選手は、はい、喋らないんですよ。あ、そうなんですか。いや、今ここで初めて聞きました。試合前にインタビューとっても言葉を発しないんですよね。そのあたり謎なんですけれども、さあ、おっと、捕まってしまった。後ろから高道の子が懸命に声をかけますが、足蹴にされまして、今この後頭部をかなり通過しました。そしてリングの中には佐々木義人が入りました。174センチ97キロ。この佐々木は波口とのタッグでディファカップの出場権をかけて村浜、中島と戦いましたが、惜しくも敗れまして、本戦このトーナメントに出場することはできませんでした。今回は準優勝という成績を残している高岩、そして佐々木義人です。おっと、胸板を蹴りましたが上から蹴り潰されました。まだ試合は序盤ぐらいかもしれませんけれども、この6人の動きを見て金丸さん、どんな印象ですか。印象に残った選手は誰ですか。やっぱゼロワン勢の動きなんかいいんじゃないかなと思うし、高瀬選手もね、はい、切れてる、技切れてるなと思って。そうですね、あの高道の子もノアマットで、そうですね、来ましたけれども、どうですか、高道の子という選手は。やっぱ上手い選手ですね。さすがだなと思いまして、キャリアも長いですしね。そうですね、そういったあたりの上手さというものが、おそらくこの力ではかなわない面で披露されてくるものと思われます。さあ、そして石井になります。その師匠の影響というものが随分とファイトスタイルからも感じられます。エルボーから逆水平チョップ。さあ、チョップとエルボーの連打になりました。ちょっと最後はこれは大変なことになっています。さあ、タカが入って今レフェリーに注文をつけますが、ちょっと最後は随分と捕まってしまいました。ただこの最後というのも非常にこの予測不能な飛び技ですとかね、はい、出てくるんですよ。あ、そうなんです、この辺りをどういう切り返しがあるかと楽しみですね。あっと、膝でカバーに行きました。まあ、ここまで見てますと、ちょっとゼロワン勢非常に余裕で試合を進めているなと。そうですね、やっぱパワーの差が出てるかなと思うんですけどね。ですかね、はい、あ、釣り天井に持っていこうという高岩、うわーっと絞り上げて、リファー有明からもため息が漏れました。身長体重不明なんですけれども、細身のこのサイコがっちり届いて、今のはちょっと余計はないです。
ですからね。そうですね、コンビネーションもうまくいってますね。今コーナーから盛んに石井がレフェリーに対してうるさいというような声もかけましたが、パワーで圧倒、高井は石井、そして佐々木組です。その独特のヘアスタイルも随分と崩れ始めました。高井はブレインバスターの体勢、滞空時間長く、さあ四方のお客様にご覧いただいて壁を作って、徐々に徐々に青コーナーに近づいていきました。わーっと落いた、やや垂直面でしょうか。なかなか高道の、そしてサンジェイダットも助けに行くことはできません。抱え上げてアルゼンチンバックフリーか、これに押し出していきましたが、ここはサンジェイダットがカット。このアルゼンチンバックフリーカーが得意技です、佐々木義人です。最高、謎の男もちょっとなすすべなしという感じでしょう。お、切り返していた、飛び越えた、エルボー打った、さあ自分からロープに走ってくぐっていった、おっとリングを見せました、顎の当たりを捉えました。さあコーナーに戻れるか、すでにもうリングの中に田川入っていた、ドロップキックで蹴散らして石井、そして高岩にもいった、ありとあらゆるキックの種類を持っています高道の区。コーナー避けました、おっと顔面顎の当たりで、おっと後ろからスーパーキックで2つ、パーキック高道の区、やはりこの辺りはめくめない攻撃ですよね。そうですね、やっぱ動きいいですね。いいですね、お、ひねって、おっとそのままいった、さあガッチリ捉えました、ジャストリースロック、顎の辺りでしっかり捉えています。でもあそこまで決められるときついものがありますよね。そうですね、僕も何度もやられたんですよね。さあそして今場内のお客さんも味方につけました、かわした、バリアット、高道の区が今吹っ飛んだ、抱え上げてバーッと落としました。さあ石井が入ってきてロープに飛んだラリアット、このラリアットはすごいですね。そうですね、石井選手もパワーある選手ありますね。さあそしてパワーボール、リングの中央突進カバー、スーカウント、高道のピンチ、おっとしかしそのままジャンプ、さあ最後だ最後だ、どうだ最後のスタミナ回復したでしょうか。ラリアットはかわした、飛びつい、おっと後ろで蹴った、またまた解読不要な動きが出てまいりました。おお、この距離飛んだ、今リングの中央ぐらいから飛んだでしょうか。そうですね、バネのある選手でちょっと先のような動きをしますよね。胸板を蹴り上げました、さあ最後ロープに飛んだ、あーっとパワースラム、さあそして高岩です、パワーの連続ゼロ番勢、アリアットちょっと見ていて気の毒になるくらいのリアットの決まり具合。さあ高岩が今セカンドロープ、トップロープ、ダイビングエルボーは何とかかわした、何とかかわした、おっとスピンキック見せました。今ちょっと高岩もこの動きに逆迫されたでしょうか。佐々木義人を転生して今度はエプロンから飛んでいったところ、叩き落とされてしまった、デスバレーの体勢を切り替えた、タカがカットに入ってかかと落とし、さあ高道の区が分断しました。高岩達人が今仰向けになったまま、さあサイコが狙っている、今一度エプロンサイドからスワンダイブで飛んでいった、頭がストラックの当たりに命中。いやでもこのサイコもこの細身ながら随分と苦しめてますね。でもまあ体重差あるんであのぐらい動かないと、なるほど、きついと思うんですよね。逆に、おっとそこまで飛んだ、インド出身のサンジェイダットバックに回って切り返した高岩がエルボーでカットされた、今度はその場でおっと飛び越えた、そのままひねって高岩を落としていきました。いや今高岩に投げられたのかと思いましたけど、そうですね、かなりすごいジャンプ力ですね。ありますね、エンジン猿の人と呼ばれていますサンジェイダット。しかし高道の区が今懸命に佐々木を牽制しました。さあしかしこれでサンジェイダットが残ってしまった、トップロープから投げ捨てられました。最後のキック佐々木が入ってきた、狙っていって、さあタックルに行きました、高道のキック、石井ラリアット、そしてサンジェイダットはキック、ソフトオフにヒット、そしてそのまま高岩が今度はどうする、抱え上げて
パワーオブで落としていった。そのまま持ちをつく。2連発から3連発切り返した。ギロチン式で打ちました。さあ三ジョイナットが飛びます。ニュートラルコーナー狙うのは高岩。いったいったいった。ひねった。ここは懸命にカット。さあこれで試合の流れは五分分からなくなりました。サンジェイダットと高岩達人リングの中、さあスイング式でスイング式で打っていこうというところを捕まってしまった。そのままそのままデスバレーか。いや丸めていった。サンジェイダットが丸めた。切り返して立ち上がった立ち上がった。デスバレー場面。リングの中央助けに入れない。高岩が手招き。ラリアット深く入った。カバーに行った高岩。なんとかラリアットはかわしましたが、さあ助走をつける。飛びついた。どうする。切り返していけるかどうか。高岩がこらえているぞ。さあ石井が来た石井が来た。石井が空を飛ぶ。ラリアットそのままカバー。ダブルインパクトで決まりました。堂々たる勝利でのワンマッチ勢。前回ディファカップ準優勝の高岩佐々木、そして石井を加えた3人が堂々たる勝ち。